ゲルハルト3世は、シャウエンブルク家のホルシュタインイコールレンズブルク博。一族で最も重要な役割を果たした人物であったことから多くのと言われたが、デンマーク史においては、ハゲ博と呼ばれる。また、一時期シュレースビヒ比公であった。ゲルハルト3世は、ホルシュタインイコールレンズブルク博ハインリヒ一世と、ハイルビヒフォン、ブロンクホルストの間の息子である。 1304年の父ハインリヒ一世の死後、ホルシュタインイコールレンズブルク博位を継承した。重慶帝ヨハン三世は、ホルシュタイン・キール博領を継承した。ゲルハルトの領地は、ホルシュタインの中で最も広大であり、その他の領域はいとこらの領地であったが、繰り返しの相続により分割されており、ゲルハルトといとこヨハン三世はそれらの領地を手に入れようとしていた。 1315年、ホルシュタインピンネベルク博アドルフ6世が死去し、ゲルハルトとヨハン3世は、アドルフ6世の未成年の息子アドルフ7世を排除してその領地を手に入れようとした。しかし、ホルシュタインの上級領主であった、ザクセンビッテンベルクコールドルフ1世がこれを認めなかったため、アドルフ7世は、シャウエンブルク博領と共にホルシュタインピンネベルク、博領も保持することができた。 別の二人のいとこである、ホルシュタイン・ゼーゲベルク・ハク・ヨハン2世の息子クリストフとアドルフは1313 13、5年にマグサイ氏によってか、もしくは娘の復讐をしようとした、ある貴族の手により殺害された。1321年に二人の父ヨハン2世が死去した後、ゲルハルトとヨハン3世はその領地を分け合った。その後、ゲルハルトはデンマークの内政において、 重要な役割を果たした。デンマークは当時厳しい内政状態に置かれていた。デンマーク王エーリック6世が戦費年出のため領地を抵当に入れた時に、ゲルハルトはデンマークの大半を自らの影響下に置くことができた。そして1326年、ゲルハルトは自身の老いで、シュレースビヒコエーリック2世の息子バルデマー3世をクリストファ2世に変えて、 デンマーク王位につけることに成功した。1326年8月15日、ゲルハルトはシャウエンブルク家として初めてシュレースビヒ公となった。これが同一の人物がシュレースビヒとホルシュタインの両方を手に入れた最初であった。シュレースビヒ公領はすでに1241年以降独立した状態にあったが、バルデマー三世はシュレースビヒがデンマークと 同君統治にならないことを保証しなければならなかった。ゲルハルトはバルデマー3世の貢献人であったため、バルデマーに容易にこれを強要することができた。しかし、1330年にバルデマー3世が王位を失い、クリストファ2世が再び王となったとき、ゲルハルトは、シュレースび飛行量を手放すことになった。それでも、ゲルハルトは依然として、 デンマークとシュレースビヒにおいて最も強大な権力を持つ人物であった。1332年にクリストファ2世が死去した後、ゲルハルトは自らユトランドとフィン島の支配権を手放した。一方でヨハン3世はその他の支配権を保持し続けた。反対勢力の高まりと農民の反乱により、デンマークは無政府状態に陥った。貴族らはかつては、 クリストファ二世に反対して、ゲルハルトを支持していたが、この時は、クリストファ二世の息子バルデマー4世が、王位につくことを求めた。1340年、ゲルハルトは、デンマーク騎士、ニールス・エッペセンにより殺害された。ゲルハルトの息子らはデンマークにおける権利を放棄し、ホルシュタインイコールレンズブルク白領を継承した。多くのと、ハゲハクの二つの故障は、 ゲルハルトの歴史上の自責がドイツとデンマークで評価が異なることを示している。19世紀の内乱の間、ゲルハルトはシュレースビヒとホルシュタインを結びつけた人物としてシュレースビヒホルシュタインにおいて脚光を浴びた。シュレースビヒとホルシュタインの統一が自然の過程であるとみなされたためである。一方、デンマークにおいてはゲルハルトは王国が 危機にある時に国を不安定な状態に陥れた侵略者とみなしていた。ゲルハルト3世から、キール及びレンズブルクのゲルハルト通りの名が付けられた。ゲルハルト3世は、ベルレコー、ニコラウス2世の娘ゾフィーと結婚し、以下の子女を設けた。名、エスジャーアーディコミッテス法律試合、デンニスボーチ。ありがとうございます。